第68回プライムタイムエミー賞は2016年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2015年6月1日から2016年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2016年9月18日にカリフォルニア州ロサンゼルスにある マイクロソフトシアターで行われた。司会はジミー・キンメルが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は9月10日と11日に先行して発表された。第68回プライムタイムエミー賞のノミネートは2016年7月14日に発表された。主要部門の最多ノミネートは アメリカンクライムストーリー、オージェシンプソン事件の13部門で、クリエイティブ・アート賞を合わせると、計22部門にノミネートされた。クリエイティブ・アート賞を合わせた場合の最多ノミネートは、ゲームオブ・スローンズの23部門だった。主要部門の最多受賞は、アメリカンクライムストーリー、オージェシンプソン事件の5部門で、ゲームオブ・スローンズが3部門と続いた。ゲームオブ・スローンズは、 計6シーズンで38回の受賞となり、プライムタイムエビー賞のシリーズ最多受賞の記録を作った。ジェフリー・タンバー、トランスペアレントコメディシリーズ主演団優勝、ジュリアル・ルイス・ドレイファス、ビップ、ビープコメディシリーズ主演女優賞、ラミ・マレック、ミスター・ロボット、ミスター・ロボットドラマシリーズ主演団優勝、タチアナ・マスラニー、オーファン・ブラック・ボ走遺伝子、 ドラマシリーズ主演女優賞コートニー・ビーバンスアメリカンクライムストーリー OJ シンプソン事件リミテッドシリーズテレビ映画主演男優賞サラ・ポールソンアメリカンクライムストーリー OJ シンプソン事件リミテッドシリーズテレビ映画主演女優賞ルイ・アンダーソンバスケッツコメディシリーズ女演男優賞ベン・メンデルソンブラッドラインブラッドラインドラマシリーズ女演男優賞マディー・スミスダウントン アビドラマシリーズ助演女優賞スターリング、ケイ・ブラウン、アメリカンクライムストーリー、OJ シンプソン事件、リミテッドシリーズ、テレビ映画女演団優賞、レジーナ・キング、アメリカンクライムリミテッドシリーズ、テレビ映画女演女優賞受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。 数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。